2022年の春季の労使交渉を控えて企業の賃上げに対する姿勢、温度差が目立ってきたという記事です。経済3団体が昨日開いた新年祝賀会で岸田総理は改めて賃上げを要請。業績好調な企業からは前向きな受け止めが出たんですが、サービス、消費関連企業は慎重姿勢を崩しませんでした。 新型コロナウイルスの感染拡大に加えて持続的成長への確信が持てないからに他ならないと日本経済新聞は指摘しています。まあ、政権としてはですね、2021年11月、業績が新型コロナ禍前の水準に回復した企業に関して3%を超える賃上げを期待すると表明済みです。で、経済の底上げには賃上げが欠かせないというこの立場を貫いています。で、経団連の戸倉会長もこうして昨日の記者 記者会見で、儲かっている企業は積極的に社会に還元すべきだと述べ、高業績の企業を中心に賃上げを進める方針を示しています。まあ最も賃金は企業と労働組合が話し合って決めるべきだと、まあ、これまで通りの立場も強調したということですが、富士さんこのあたりいかがでしょうか。ま、うん、それはそういうでしょう。えー、<laughs> 賃金決めの会社なんですから。はい。労働者とちゃんと。 君一緒に相談して決めるもので政府がとやかく言うようなもんじゃないわけですよ。はい、だから政府がやるべきことは賃金がを自動的に上げる判断をするような環境を作ることであって、はいえー、ちょっと賃金上げてよってお願いすることじゃないみたいな。えー、でこれはもうね、安倍内閣の頃からある日本国政府の悪癖<ー>悪い癖。 本来は賃金上げるためにやるべきことはもう簡単で、えー、もう財政支出を拡大すればそれでいいんですよ。はい、デフレを脱却するまで、ちゃんとお金をしっかり吸って、うん、国債をたくさん吸って、赤字国債をいっぱい吸って、建設国債をいっぱい吸って、うん、国民にいっぱいお金を流通させることができれば、はい、おのずと賃金は上がっていくわけですよ。えー まあですから、完成春闘なんてやってないでね、うん、例えばそれが消費税を減税するだとか、そういったことですね。そう,すそうです、そうです。賃金というのはそもそも労働というサービスの物価ですから、うん、からそれを上げるためにはデフレ脱却しかないんですよ。はい、労働というサービスの価格、賃金というものは、デフレ化では当然下がるんですよ。だってデフレなんだから。えー、デフレというのは物価が下がる現象ですからね。はい、だから賃金を上げたかったら、インフレという状況を作る以外に方法がないんですよ。えー、でね、それとも最後これね、申し上げたいんですけど、はいえー 岸田さんね、総裁選の頃から散々分配言うとるでしょ言ってますね、分配。分配というのは具体的に言うと賃金を上げることなんですよ。ははねええ。で、ま途中で成長も入れたりどうかって言われますだから岸田さんといえば分配だ。いいですよね。はい。やってちょうだいってことですよ。やってよ、やれよ、やれよ、お前やれよ、やれよってことです。所得倍増。うん、所得上げろそうですね。だからお前賃金上げねえぞってことです。え何すんねん

すません朝朝にっくりされてるとこにおいでやすが来ただけでねまあ降臨したといそうそうそうだからね僕はねおいでやすに頑張ってもらうとね岸田さんにええ先どうも大事ですけど笑いも大事ですからくでもないやつと喧嘩してか喧嘩できない時は笑い飛ばして鼻で笑うのが一番大事ですからねええ鼻で笑ってやりましょうねえまあこのあたりはもう注目ですよねそうです僕のもんお前賃金あげる言うてたやろ